カメラ回した途端うんこすんな。あいつマジカメラ回した瞬間私の目の前でうんこしやがった。ちょっと絶対にあるでしょそれ。オラベナサールです。こんにちは、千葉さなです。いや本当にあのヤギさんとツーショットで動画を始めたかったんですけど、大量の糞しやがった。それに驚いてね、撮影忘れちゃった。じゃ今からグラスボートなのかな、こちらです。シースカイ博愛さんのボートに乗って多分海の中見るのかな、ツアーに参加したいと思います。いやさ、泳ぎはいい話だって分かってんだけど、水着がね全部紛失して一個も持ってきてないの。とりあえずボートで海の中満喫してきます。鼻息もう可愛いな。多分出るよ。早いな、撮り直そう。顔映ってる。オラブエナスタールです。こんにちは、千葉さらです。今のは良かった。 OK、 お疲れ様でした。ありがとうございました。うわ、どうした。え、どうしたの。君下痢してるよ。うん、めちゃくちゃ下痢してんじゃん。お腹壊してんの。大丈夫。大丈夫、本当に大丈夫。かわいいな。めっちゃかわいいな。変なもん食べちゃダメだよ。なんかめっちゃ心配になってきた。すっごいガリガリこの子。病気なの？病気なの？なんかもう元気ないし。乗りました。乗船くださいまして、ありがとうございます。熱帯魚の美しい海の世界にご案内いたします。これまでダイバーだけの特権であった。めっちゃ綺麗。まだ何も見えないけど、あー早く潜りたい。あーめっちゃ綺麗。あ、すげー綺麗じゃん。これ子供めちゃくちゃ喜ぶね。潜れない人、泳げない人とかめっちゃ楽しいね、これ。あ、すごいよ、魚。ディズニーのアトラクションっぽいね。あ、すごいすごいすごい。でけえでけえでけえ。何、なんで餌巻いてるの、もしかして。あいつアジだって。え、でもアジ売ってるよね。あれがアジ。みんなついてくるんだよね、船で。かわいい。これはこれで面白いね。すごい、すごい。ちょっと待って、想像してたよりも結構すごいんだけど。あ、すごいすごいすごい。カツオ、あいつ。ほら、あいつカツオ。あ、でもなんかあの、デコッパチにも似てんな。私、あいつにそっくりって言われるんだよ。なんかさ、餌巻いてんのかもね、もしかしたら。すげえ。すげえすげえ。泳ぎたくなってきた。くそ。すごいね。元気だね。はい。でかいね。一個アジが食べてる。でかいのも食べてる。え、でかっ。サメじゃないのあれ。それだけでかいね。てると気持ちいいよね。船酔いしたことないからわかんないけど、ずっと乗ってみたいと思う。絶対気持ち悪くなる。はい、ウィアリモリと不安定の中の安定で、まだもうちょっと時間かかります。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、めっちゃ楽しかった。意外とやっぱ泳いだら泳いだ時の違う経験もできたね。申し訳ないですけど、今のってちょっと一緒に泳ぎにしたいな。あ、泳ぎ、はい、どういうことですか。泳ぎ、あ、海が乗った気がしてる。これ自分のラインなんで、これいらんかったら。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
前東京の動画でナンパされると腹立つとか言ったけど、ちょっと撤回するわ。純粋な感じで声かけてもらうと嬉しいわありがとうございます。はい、楽しかった。マジで楽しかったです。あいつに挨拶しなきゃ。よいしょ。あ、お前じゃないな君は健康なうんこしてるからあれだけど。えいちゃん、健康で生きてね。大丈夫、下痢治るから。大丈夫、元気出してよ。お前もなお前元気だな。なんかもう死に心配だわあいつ。でね、よいしょ、よし、じゃあ次行きまーす。よっこしょ。へへへへ。次はどこ行くんだ。どこ行くんだっけ、どこ行くんだっけ。上野ドイツ文化村。本当は今日あそこ行きたかったんだけど、今日定休日なんですよ、そこ。今からハート岩っていうとこ行きたいんですけど、駐車場どこって聞いたら、このドイツ村の駐車場使いなみたいな言われたんだけどさ、ドイツ村空いてないのに駐車場って使っていいもんなの駐車場ってさ、開園してる時以外普通空いてないよね。普通じゃないってこと。ええか、埋めれんなら別にありがたいけど、どこが駐車場これ。全然わかんない。この先車両入れません。どういうこと、どこじゃ。あ、これか。知らない道へ走るのってストレスになるよね。わかる、この気持ち。いや、いいね、めっちゃいいよ。ドイツ村、ドイツ文化村。そう、営業してないから人がいないっていう一番最高じゃん。ここ気に入った。なんかもう普通に馬乗って走りたいもん、ここ。めっちゃ絵になるじゃんなんかすごい可愛いプライベートビーチみたいのがある。多分サップとかできるんだね、ここから。楽しそう。いや、今日来て正解だわ、マジで。多分営業してないからこそ人がいなく楽しめるよね。どんだけ私は人がいないのが好きなんだよ。めっちゃ綺麗。あ、なんかサップしたくなってきた。博愛橋。すごいすごい、最高。やばー、めちゃくちゃ綺麗やん。綺麗綺麗。いいね、素晴らしい。ちょっとごめん、今ね GoPro にマイクつけてるからね、カメラ水の中つけらんないんだけど。外しはつけられんだけどさ、ちょっとめんどくさいんだよね、外すの。どこにあんだ、一番奥か。うわっあそこ、あそこにあんだ。あ、めちゃくちゃ可愛い。ハート岩です。え、あれって作ったのかな。え、てか泳いでもいけるよね、あれ。え、かわいいね。つかさ、サメの注意書きをさ、しょっぱな見てから、私はさ、なんかイタチザメがいるって聞いたから、ちょっと一人で泳ぐのが怖くなっちゃったんだよね。すごい。ちょっとこっから行けんのかな。うぅ、なんか私、カニが怖いんだよね。のんびり酒飲んでさ、友達とワイワイ。絶対星も綺麗じゃん、ここ。なんかそういうの本当にいいと思うけどさ、ゴミを置いてく時点でこういうとこで遊ぶ権利ないと思うんだけど。本当ゴミ捨てれない人間大嫌い。あー、最高。よいしょ。あ、めっちゃいい感じ。確かにいいね、ここでオリオンビール飲みたいねビール飲めないけど、めちゃくちゃ気持ちいい。よし、いいね、サップ。みんなに自慢していい？私サップめちゃくちゃうまいんだ。わかんない、どんなのがうまいか下手かはわかんないけど、初めてやった時、なんでこんな簡単なのやって楽しいのかなって最初思ったのね。そしたらさ、周りの友達たちがバン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 落ちるの、後ろで。えって思って、え、逆になんで落ちるのって思って、お前すごいなみたいな、すごい言われた時に、私天才なんだ、サップの天才です。え、でも本当に分かんないぐらい簡単すぎてすごい途中で雲行き怪しくなって、波も立ってきて、やばい、急いで沖に行くぞ、もう台風近づくみたいな感じだった時、猛スピードで漕いで落ちなかったいや、私体感能力あんのかなと思って。だから基本体験ツアーとか行くと先生が前でさ、ゆっくり進むじゃん。もう遅すぎてつまんないって思っちゃって。私才能あるかもね、サップのインストラクターとかねえか中には入れるんだね。やってはないけど中に入れるみたいな。ちょっとごめん、ジュース買いたいな。あ、喉が痛い。
まず三品茶とぶどうジュース買おう。三品とカルピスリッチ、これ美味しそう、飲んだことない。ジュースが出てくる。ここすごい虫が入ってた。大丈夫、ついてないね。じゃとりあえず飲ませて。めっちゃ息返ってた。超キンキンに冷えて、はい、さっきジュース出るところに虫が入ってたとか言ったじゃん。私高校の時さ、あの自販機ってあるでしょ、売店とかに。でなんか多分だけど、多分だよ、これは私の推測だけど、どっかのバカが金切りを入れたのよ。あのジュースガチャンって出てくるとこね、絶対入れたと思うんだよ。じゃなかったらあんなとこに入るわけないのよ、カマキリ。もうほんとでかくて、で私が買った缶ジュースが多分思いっきりカマキリに命中したんだよね、バコンっつって。で私何にも知らずにあーって友達と喋ってて、で缶取って飲もうと思ったら、もうこんぐらいのサイズかな、カマキリがぺちゃんこになってて、もうなんかすごい汁とか出てんの、潰れちゃって。いやな、本当にかわいそうで、でもそれ以上にうわーって気持ち悪いと思って、手にもついてるしさ、もうショックすぎてさ、間近でこう見たから、もううわーって先輩ってたら、そうなんかね、先輩たちとすれ違ったのよ。でその先輩たち、ちょっとなんかやんちゃ系のすごいイケメンの先輩だったのよ。その人が缶取って、カマキリを素手でピッて取って、自分の制服でその液体拭いて私に入って渡してくれたの。かっこよかった。天と地の差がね、うわ、こんな素敵な人もいるんだと思って。カマキリもかわいそうじゃん、ほんとひどいことするよな。もうほんとそういう人間ね、殺人鬼と一緒だから。そう、絶対だって先輩だってさ、制服に拭いたけどさ、もうカマキリのエキスだよ、色もついてんだよ。絶対嫌だったと思うんだけど、撮ってくれたっていう素敵な思い出でした。はい、移動します。はい、皆さん今回も動画見てくださってありがとうございます。あのこの動画はもうほんと初期ら辺の動画なんで、なんかどこで遊べばいいとか全く分かんなかったから、とりあえずうろうろしました。まあ自然と触れ合うって感じで、はい、初心者ながらまあ楽しみました。ヤギちゃんが本当に心配で眠れなかった。まあ元気になることを、はい、祈っております。やっぱ宮古島に住んでるとみんな言うんだよね、宮古島って美味しい料理がいっぱいある、美味しいお店がいっぱいあるって。そうだから、これからどんどんいろんなお店行ってみようと思います。でね、私のお気に入りのお店とかあったら紹介するんで、ぜひ皆さん次回の動画も楽しみにしてくれたら嬉しいです。はい、もしよければ高評価ボタンとチャンネル登録してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。ということで、またねー、アディオース。ちょっと寝起きで編集してんだけどさ、声が出ないわ。ということで、じゃあねー、バイバーイ。